感じるぞ、人間の負の感情を、我への恐れを。思わぬ邪魔が入ったが、気にすることはない。もう間もなく忌々しい封印は解かれよう。はい、都の陰陽師たちも一緒となり、もはや人間たちにできることは残されてはおりません。あの生命といえども、天を招いて見ていることしかできぬはず。だが、万に一つということもある。お前に手駒を授けよう。邪魔だけは決してさせるな。お任せください、ヤマタノオロチ様。そうだ、たとえあやつらの横槍が入ったとしても、時すでに遅しなのだ。手がかりの草薙の剣のかけら、それってどこにあるんだろう。そうだな、手がかりを集める必要がありそうだ。そういうことならどうでしょう、都へ行ってみませんか。都へ。はい、都なら博識な人も多いでしょうし、古い書物もたくさんあると聞いています。そうね、情報を集めるには一番手っ取り早いかも。生命はどう思う？賛成だ。記憶に頼れない以上、他人の知識に頼るしかない。都なら手がかりを得る可能性はかなり高くなるはずだ。なるほど、じゃあ決まりだな。ちょうどよかったぜ、馴染みの武具屋にいい弓が入ったらしいからな。誰ほどのものか見に行こうと思っていたんだ。そういえば白狼様も広政様の弓と矢を気に入っていたみたいですけど。お、そうか、見る目があるじゃないか。よし、じゃああいつの分まで用意するぞ。この前の礼としてな。それはきっと白狼もすごく喜ぶと思う。まさか広政様がそんな気遣いを。ってお買い物に行くんじゃないですよ、情報を集めに行くんですからね。ち、また陰界の悪鬼どもが湧いてきてやがる。まずはここに救う悪鬼を払わねばならないから。ハッ、俺はもともとそっちが得意だからな。腕が鳴るってもんだぜ。ああ、頼りにしてるぞ。ハッハー、ここは俺たちの町だぜ、人間どもさりな。ここは人の都、あなたたちこそあるべき世界に帰りなさい。ああ、だがあの程度の数を倒したところじゃ何も変わらないな。うわあ！シャシャシャ！ゲゲ！まだまだこんなに！倒しても倒してもキリがありませんよ。戦うの一向に構わねえが、雑魚の相手はもう飽きた。疲れるだけだ。これは琥珀たちだけで倒せる数じゃないですよ。そうです、誰かに助っ人を頼めれば。はあ、助っ人か。当てがあるのか。そんな人広政様にはいなさそうですが。バカにするなよ、俺はお前らと違って付き合いが広い。助っ人くらいいくらでも頼めるぜ。そうか、ならばお前に頼むとしよう。頼りになりそうな助っ人を連れてきてくれ。その物言い、さては信じてねえな。はっ、いいだろう、受けたまわった。とびっきりの強者を連れてきてやる。後で吠え面かくんじゃねえぞ。おいお前、暇そうだな、
ちょいと仕事してみないか。え、俺たちと一緒に町にはびこるダニどもを排除する仕事だ。楽しそうだろ。冗談じゃないよ。痛いのやだ。なるほど、広政様が言ったとびきりの強者を連れてきてやるってただ強引に連れてくることだったのね。なるほど、あいつらしい。連れてこられる方はたまったものじゃないですけど。ちぇ、根性のないやつめ。思いっきり逃げられてしまいましたね。しかも知り合いでもないみたい。本当に任せて大丈夫なの？しつこいぞ。俺に二言はない。とびきりのやつを見つけてくるから見ていろ。え、本当に見つけられるんですか？ならばお前に任せよう期待しているぞ。お前たちは、なんだ、安倍の生命の子分か。貴様などに用はない。どけ。なぜ自分より弱い奴の子分にならなくちゃならん。ええか、俺の名は源の広政だ。しかしちょうどいいところに来たぞ。お前ら少し俺の話を聞け。もういい、黙れ単細胞が。そんなことより安倍の生命、酒はとっくに飲み終わったぞ。貴様の方の調べはついたのか？調べか。忘れたとは言わせぬぞ。あの我が友が心を奪っていったもみじという鬼女のことだ。もみじ、生命が封印した女の人ね。ずいぶん前の話ですよね。琥珀すっかり忘れていました。我が友が話した。どれだけ時が経とうが一言一句忘れない。うるさいぞ茨城童子、お前は黙っていろ。ああ、君がそう言うなら黙っていよう。でどうなんだ生命よ、もみじのことは分かったのか？ああ、わずかばかりだがな。もみじをかどわかした者の正体はつかめている。黒生命というものだ。ん？だがそのものから真実を聞き出すにはまだ今しばらく時がかかりそうだ。ならどうしろってんだ。言わずもがなだろ。真実を知りたいのなら俺たちに手を貸せ。手を貸す？まずは都に救う悪鬼どもを一掃するんだ。俺たちだけじゃ人手が足りなくてな。つまり都の掃除を手伝えと。随分と安く見られたものだな。好きにしろ。だがもみじをかどわかした黒生命にきっちりお礼をしたいだろ。なるほど、取引というわけだな。ああ、その権利をお前に真っ先にくれてやろう。またとない機会だと思うがな。生命様、いいんですか？あんな勝手に。広政に任せると言った。ここは黙って見守るとしよう。ふん、どうやらただの子分ではないようだな。いいだろう、そういうことであれば俺様の力を存分に貸してやる。そう来なくっちゃな。ただし一つだけ条件がある。ああ、条件だ。安倍の生命、その都の掃除とやらがうまくいった後、貴様と本気の勝負をさせてもらおう。何？もみじについては黒生命の剣が終われば必ず解放する。黒生命の剣もお前たちの好きにするがいい。それで目的は果たせるはずだ。勝負する意味などないのではないか？そうだともよ、生命の言う通りではないか。バカめ、問題はそこではない。あの時の生命との戦い、思い出すたびに体がうずき出す。全力でのぶつかり合い、生と死が刹那に入れ替わり、あんな感覚は初めてだった。あれこそ真の殺し合いぞ。
何と言ったらいいんでしょう。関わりたくない人ね。すでに手遅れだけど。こうなれば阿部の生命、我が友との勝負の前にこの私と勝負しろ。貴様を叩き潰し、その後で共に叩き潰されてくれる。控えろ茨城童子、お前との戦いで生命に力を消耗させたくない。お前とは生命を倒した後にじっくりと遊んでやるから、今はおとなしくしている。そんな言葉が信じられるか。これまで私に一撃も与えてくれなかったではないか。なんだなんだ、三人だけで楽しそうにじゃれやがって。俺も混ぜろ、まとめてぶっ飛ばしてやる。さらにややこしくなったみたい。どうするの？問題を早期に解決するためならば仕方あるまい。お前の条件を飲もう、主典同士。いいぞ、よく言った。それでこそ阿部の生命よ。おい、では私との戦いはどうなる？しつこい男だ。生命を倒した後に相手をしてやると何度も言っているだろう。本当だな。今の言葉しかと覚えたぞ。絶対に保護にはさせぬからな。よし、話はまとまったようだな。どうだ犬っころ、俺の交渉の腕は。あんまり広政様の手柄には見えなかったですけどね。人でも増えたことだし、早いとこアッケたちをやっつけないとね。すべてやっつけることができれば、都の人たちも戻ってこれるでしょうか。それはわからない。でも取り戻しましょう、この都を。逃げー、人の言葉を返さない低級の鬼か。こんな奴らまで湧いて出ているとはな。これまで遭遇した陰界に住まう者たちとは少し違うようだな。ちっ、これもオロチって野郎の仕業ってわけか。やっぱり放っておくのは危険です。やっつけなければ。ふがががが、倒しても倒しても後から出てきてしまいますね。こいつは思ったより重労働。当たり前だ、元を立っていないのだ。元って？先ほどから目立つ言葉を返さない。あやつらは生まれたばかりの赤子だ。その近くには必ずそれを生み出している親玉が存在する。そうだったんですか。じゃあその親玉を倒せば。確かに今以上に鬼が増えることはなくなるはずだ。その親玉とやらを倒せばよいというわけだ。果たしてどこにいるのか。それは俺様にもわからん。近くにいるのは間違いないだろう。手分けして探した方がいいかもしれない。いいだろう、私が見つけてくる。そやつを倒した後、生命、貴様の番。つまり一番初めに親玉を見つけたやつが生命と戦えるってことか。面白い、その話乗った。親玉とお前らまとめてぶっ飛ばしてやる。ヒロマサ、すっかり最初の目的を忘れてる。ヒロマサ様らしいというか、単に迷惑だというか。やれやれ、まったく落ち着きがない奴らだ。家宝は飲んで待てと言うじゃないか。なあ、生命。私に聞かれても困る。それに家宝は寝て待てだ。同じようなものだ。それに今さら遠慮するな。貴様とて俺様と一番に戦いたい。その気持ちはわかる。だから念じていろ、俺様が胃の一番に見つけ出すと。皆さん行ってしまいましたね。勝手な連中だ。私たちはどうする？なんだかどっと疲れてしまいました。ずっと連中の相手をしていたのだから仕方あるまい。しばし休憩としよう。そうね、誰かが親玉を見つけたら助けに行けばいいわけだし。琥珀も賛成です。
ではどこか休めそうな場所を探しま。ふう、見つけた。とっても美味しそうな餌たちを。もっと食べて、たくさん子供たちを増やさなくちゃ。もう少し都をいっぱいにできる。オロチ様のためにいっぱいにできる。オロチ、じゃあこいつが噂の親玉ではないですか。大変です。どうしたどうした。おお、貴様たちが見つけてしまったのか。つまらん真似をしやがる。はっ、興ざめというやつだな。気をつけろ、こいつは何か様子がおかしい。ああ、増やさなきゃ、もっと増やさなきゃ。憎い彼、すべての人間を喰らい尽くすために。あと少しだったのに。悔しい、悔しい。やったのか。おい、カグラ。私は大丈夫、ちょっと頭が痛いだけだから。そうか、安心したぜ。でもこれで鬼の発生は止まるはずですよね。そのはずだが。おい、油断するな、お前ら。まだよ。鬼に救う恨みは尽きぬ。全てを喰らって、喰らい尽くすまで。恐ろしい邪気を感じる。この感じは、おい、カグラ、大丈夫か。ああ、力が湧いてくる。人間を憎めと。炎は燃える、ひたすら燃える。オロチ様が回復しているぞ。まずいな、これは。クラスだ。お前は黒生命。この者の魂は完全に蛇の怨念に疲れている。無念に振り回され、ただ暴れ回るだけだ。他の生きる目的を与えてやれば別だがな。あの鬼女モミジのように、オロチの邪気に触れてしまったためにモミジはおかしくなったというのか。そうだ、あの時のあの女はもうオロチの怨念に疲れていた。もしあの女の暴走を放っておいたら、今頃オロチの怪物と化していただろう。だからといって人間を喰らうことで美しくなれると彼女に言ったのか。その通りだ。何か問題でも。モミジだと。そうか、てめえが黒生命ってやつだな。よくも、よくもモミジを。黒生命様に手出しはさせぬ。てめえ、ひょろい体の割にやるじゃねえか。お前のような暑苦しい奴に褒められても嬉しくなどないな。この者の身柄私が預かろう。待て、黒生命。草薙の剣のかけら、その手がかりは冥界にある。畜生、逃しちまったか。凄まじい陰の気を感じた。あれは強いぞ、我が友よ。冥界か。なぜ私にそれを教えた、黒生命。もしかして助けてくれてるんでしょうか。でも何のために。さてな。だがわざわざ嘘をつく理由もないはず。どうやら一つ手がかりを手に入れたようだな。都に救う悪鬼の原因もいなくなったみたいですし、ひとまずめでたしですね。おう、待ちな、阿部の生命。話はまだ終わってないぜ。何何、
ではない。一番最初にあれを見つけた者が貴様に挑戦できるという約束だったはずだ。このどうしようもないタケリを全て貴様にぶつけてやる。話しても無駄か。困ったものだな。待て、この私も確かに言ったはずだぞ。お前を倒してから共に倒されると。だからまずは私と戦え。なんなら我が友と一緒でもいい。待ってくださいよ、それじゃ2対1になっちゃうじゃないですか。案ずるな犬っから、2対2だ。今回はこっち側についた方が面白そうだな。強者2人と一気に戦えるとは、むしゃぶるいするぜ。ならば手早く終わらせて帰るとしよう。いや、まさかこの俺様が、全力の俺様が叶わるとは。いやー、そんなバカな。なんてことはなかったな。俺にかかればこんなものだ。セリフと体が合ってないよ。完全にボロボロだし。やかましい。全力と全力のぶつかり合いだ。このくらいの傷はついて当たり前だろ。さて、こちらとしてはこのままおとなしく帰ってほしいのだがな。ふざけるな、ちくしょう。なんだ、なんなんだこの気持ちは。やっと味わったようだな、四天童子よ。それが悔しさというものだ。人は自然と涙を流し、暴れずにはいられなくなる。それが悔しさという感情だ。今のお前がまさに味わっているものだ。その悔しさを乗り越えることができたとき、真の強さを手に入れることができると。真の強さだと。ああ、そして悔しさを乗り越えるための特効薬こそ新たな勝利。そういうわけだ我が友よ。今すぐこの私を打ち負かしてくれ、早く。つまらんから嫌だ。何？二人とも言ってしまいましたね。なんだかわからんが、今度会ったら決着をつけないとな。ああ、もう少し街を回って情報を手に入れて帰るとしよう。ちゃんとブグ屋にも寄らないとね。お礼をするんでしょ。おっと、そうだった、忘れるところだったぜ。だと思った。草薙の剣のかけらの手がかりは冥界にあるか。まさか再びあの場所に行くことになるとはな。